昔は本当にこんなバラードっていうか、テネシーワルツな、まだちょっと難しいんですけどね、ちょっと初挑戦してみました。はい、大人に、あ、なんていうか、すごい難しい歌なんですよね、うん。毎回違うんですけど、でも大好きな歌なので、ちょっと取り入れて、ちょっと歌ってみたんですけど、はい、はい、大人になりました。あの。
元気な歌をやっぱり歌いたいと思います。恋の汽車ことっていうポール・アンカンが作詞作曲して、アネットっていう可愛い女の子が、さっきパイナップルプリンセスの歌も歌ったんですけども、それを、はい、歌いたいと思います。ちょっと待って、
Thank you! ダイアナでした。あ、この曲も初めて歌った。でもちょっと本当に初めてが多くて、ちょっとドキドキなんですけど、ロッカーさんもいるし、でもなんかこの緊張感が痩せるかなみたいな。なんで3月もしかしてすっきりしてるかもしれないで、よかったら皆さんまた。はい、ちょっと今月2月の美穂ちゃんよりなんか痩せたよねっていう感じで3月思って、あ、そう、来月、そうなんです、宣伝しちゃってごめんなさい、来月はサックスの前川直人さんっていう、まあ、ちょっとまだ打診中なんで、はい、いらっしゃる予定なので、ちょっと厚みがあります。ドラムも入る、てか2人でやることってね、そんなに久々だよね。うん、どっちかっていうといつもね、ズイアンさんではがっつりやってたんです、ギターとか。なのですごい心細いんですよね、一人ここに誰もいない、ここにもなんか、だからひよみちゃん来てコーラスでなんですよね。すごいちょっとなんかね、心細いんですけど、一人で3人分ぐらい、くにさんが2人分、5人と思って聞いてくださいっていうか、次何やろうか決めてなかった。カントリーロード、Country Road Take me home
本当にどうでしょうか。故郷に帰りたくなりましたね。あ、なりませんか。あ、皆さん千葉。ああ、私宮城なんで、はい、なんかちょっと田舎が故郷に帰りたい。はい、来月帰りますけど。なんか残りが少なくなってきたんですけど、最後に。サンフランシスコ行ったことないんですけど、思い出のサンフランシスコなんか、はい、ちょっとね、行ってきた方は思い出して聞いてください。
分かったらみんなも一緒にジャンバラヤを歌いますので、はい。ありがとうございました。